こんにちは、夢参加なビートルズワールドニュースです。今回は、ジョン・レノンは、ビートルズの曲レインが誰よりも早く一つのレコーディングトリックを成功させたと自慢していた話です。ジョン・レノンは、ビートルズで先進的なアーティストとしての地位を確立しました。バンドがツアーをやめてスタジオでの実験に専念するようになると、彼はそれを証明する機会を何度も得た。 リンゴスターはレインをビートルズの奇妙な曲の一つと呼んだが、レノンはこの曲でジミ・ヘンドリックスやレッド・ツェッペリンといった他のアーティストより先に、あるレコーディングのトリックをやってのけたと自慢している。レインはジョン・レノンとビートルズによる最も初期のスタジオ実験の一つだった。1966年のアルバムリボルバーは、ビートルズの最高傑作の一つに数えられている。また、このアルバムは、 バンドが後のサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドやアビー・ロードなどのアルバムで見せたスタジオ効果のテーブルを設定するものでもある。しかし、1966年5月下旬にペーパーバックライターの B 面としてリリースされたレインは、リボルバーよりおよそ2か月も前の作品である。この曲は、リボルバーの直後の展開を予感させる。リンゴはレインで、スタジオの仕掛けのおかげで重厚なドラムサウンドを実現した。 プロデューサーのジョージ・マーティンとエンジニアのジェフ・エメリックは、ビートルズを速いスピードで録音し、それをファンが聴くテンポにするためにスローダウンさせたのである。レノンのリードギターはキラキラした音、雨に濡れた音、だが、彼が他のイギリスのバンドより先にやったと自慢していたスタジオトリックがもう一つある。レノンはレインでボーカルをバックマスキングしたことを、どんな F よりも早くと自慢していた。 レインはビートルズのアルバムに収録されることはなかったが、バンドのサウンドに影響を与えた。レノンは、当時の他のアーティストよりもずっと前に成功したあるレコーディングのトリックを自慢している。レインの約2分35秒のところで、レノンのボーカルが後ろ向きにこぼれるのだ。ジミ・ヘンドリックスは、その1年以上後、1967年の曲 Are You Epérience と、でバックワードタッキングを採用している。 レッドツェッペリンは1969年にホールロッタラブでバックマスキングを使ったが、1980年にレノンはレインで初めてレコードでこのトリックを使ったと自慢したと、著者のジョージケースは LED ゼッペリン FAQ で指摘している。ヘンドリックスよりも、ザフーよりも、どのバンドよりも先にね。スタジオから帰ってきて、マリファナで気が変になりながら、いつものようにその日に録音したものを聞いたんだ。 なぜか逆再生して、イヤホンをうつけたまま、大きなハッシュジョイントを持ちながら、夢中で座っていました。次の日、私は会社に駆けつけ、どうすればいいか、わかったよ。これを聞け。ってね。それで、みんなに逆再生させたんだ。ジョン、レノンはレインのボーカルでバックマスクのパイオニアであることを自慢している。レノンのビートルズのバンド仲間は、 レインを聴いて気に入ったのだろう、リボルバーの2曲でこの曲を反響させている。I'm Only Sleeping では、曲の45秒後にバックマスクギターを導入し、他の箇所でもこのトリックを使用している。一方、C セット C セットは、少なくともドラムとギターの音に関しては、レインにそっくりである。酔っ払ったレノンは、英国のどのアーティストよりも早くバックマスクを完成させ、 それを数年後に自慢していたのかもしれない。リボルバーには、ビートルズの最も初期のスタジオ実験のいくつかがアルバムに収録されている。ラバーソウル、1965年12月3日、とリボルバー、1966年8月5日、のリリースは、わずか8ヶ月しかくたっていない。どちらもビートルズを代表するアルバムだが、 後者はレインで見せたスタジオでの実験的な試みをさらに発展させたものだ。レノンが最初に完成させたと自慢していたバックマスキングに加え、このアルバムには重層的なテクスチャーがふんだんに盛り込まれている。エリナーリグビーはストリングスによるメロディーで、これはビートルズがキャリアの初期にツアーの合間にレコーディングセッションをこなしていた時には、決して試す時間がなかったものだ。また、イエローサブマリンでは効果音。 ラブユー y o ーではジョージ・ハリスンの下ある、And y o ー・アーバードキャンシングではレイヤーギター、トゥモロー・ネバーノーズではリンゴの超絶ドラミングが聴ける。リボルバーは、ビートルズが本格的なスタジオ実験のドアに足を踏み入れた最初の作品だった。しかし、ジョン・レノンは、この画期的なアルバムより前のレインで、バックマスクの先駆的なテクニックを自慢げに語っている。以上、ジョン・レノンは、 ビートルズの曲レインが誰よりも早く一つのレコーディングトリックを成功させたと自慢していたという話でした。これからもビートルズニュースをお届けいたしますのでチャンネル登録をよろしくお願いしますね。じゃあ、また。